なんか大きいと思ったわ、今日背伸びしてるわ言うな秋葉原に来ております。はい、秋葉原といったらカードゲームの聖地なんですよ。間違いない、そのイメージ。昔もね、ポケカ探しに秋葉の街巡ったりしてましたね。来たね、来たね。めちゃめちゃカードショップあるからね、うん、でそこでやっぱさ、ロマンを求めて、うわ、はいはいはい、なんかオリパっていうのを買っていきたいのよ。オリパって何なんですか？なんかオリジナルパックって言って、カード屋さんがカードをオリジナルでパックを作って販売してるんだけど、うん、それ言っちゃえばだからガチャ。うわ、うん、ワクワクだ。それがだからもう高いものから安いものまであるんだけど、500円のオリパを買って3000円とか4000円の価値のものとかが出てきたり、なるほど、5000円のものを買って2万円とかの価値が出てくるものが出てきたりするのよ。夢やん。もちろん5000円のもので2000円とか3000円とか1000円とかのものも入ってたりするんだけど、はい、それを今回あなたお小遣い持ってきましたね。なんと私持ってきております。お小遣いがない。お小遣いがない。使ったんかお前。なんちゃってね。10万円持ってきております、はい、この聖地秋葉原で10万円分オリパを買ってみんなでロマン求めようや。うわ、夢見ようぜってやつか、はい、夢見ましょう。安いオリパから高いオリパまでちょっといっぱい買ってきて、うん、静岡で開封したいと思います。じゃあ買ってきますか。はい。5000円のオリパが以前の動画でもお世話になったカードラッシュさんの方にありましたので、あなたが持ってる10万円のお小遣いで、はい、お小遣いから5個買って2万5000円分使おう。うわぁ、ラインナップすごくない？いやこれすごいよ。だってこれとか当たったらやばいよ。これルチはどれくらいの？ルチはもうマリーもやばい。8万。8万。6万。やば。5万。やばいやば。ハイパーボール UR、 これ昔のっすか？サンムーンの方です。サンムーンのハイパーボール俺4枚持ってるんだけどさ、ないんだよ家に。ああもうそれもうやられてます。やられてる可能性あるよね。夢あるな。ありすぎますね。じゃあ5パックお願いします。どうぞお選びください。うわ、10個ぐらい取って逃げよう。うわい。あー、なんかいい感じがする。いい感じですね。一番前よ。あー、そういうの大事。俺もそれやろうと思った。よし、よし、じゃあこの5つを。はい、はい、じゃあ2万5000円ですね。はい。オリパ楽しいな。なんか俺初めて買うんすけど、はい、確かに俺も初めてです。ドキドキするね。お願いします。はい、2万5000円使った。もう本当にもう4分の1なんだ。もう 25% がなくなった一瞬で。すごいな。はい、では5000円のお返しと、はい、こちらは袋とかに入れておきますか。はい、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、もういつもお世話になりました。いや、こちらこそありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。はい、はい、またお願いします。最悪だ。本当？最悪だ。もうめちゃめちゃ動画撮ってたのにカメラバグって全部消えたので、面白い顔、今までの面白い顔が全部消えました。もうまた同じこと話すんですけど、ポケモンカードの聖地の東京でオリパを買ってきました。オリジナルパックって言うんですって言って、オリパってオリジナルパックのことなんだ、オリジンパルキアだと思ってたわーって。そうだ、俺アルセウスやってたんだけど、オリジナルパルキアの見た目知らなかったのに、ポケカでオリジンパルキア出てきたからネタバレされたわーって。くそー。いえ、そんなん進めるの遅い、大地くんが悪いじゃんって言ったら、そもそもあれってアルセウスのゲームに出てくるのって言って、いろんな話をしていました。何がおもろいんやこの会話。ということで、はい、オリパを買ってきました。10万円分。10万。はい。オリパってそんな高いの？まあ安いのもあります。だから200円オリパとか500円オリパとかもあれば1万円オリパとかもあるんです。だからオリジナルだけにいろんなのがあるんですね。はい、今回10万円分の内訳言います。まず1000円オリパ、はい、これが5個。でもそれでも5000円でしょ。もう、はい、次2000円オリパ、それが5個。5000円オリパ、これ5個。そして1万円オリパを6個。ああ、おお、これをみんなで見ていこうと思って。じゃあ、うわっ、うわ、なんかあるじゃん。1000円、2000円、5000円、1万円ちゃぶんとやったと。1000円オリパから開けてこう。はい、OK、 楽しみ。当たりのラインナップとかないの？あ、これのね、当たりのラインナップ取りました。目玉商品、ユーリっていう女の子のこういうやつ、ギャルパーみたいなのやってるやつと、あとガラルの仲間たち。ギャラルの仲間たち、だいたい1000円から1万円、2万円ぐらいのカードが出てくる。光ってね、光ってる。あ、ほんとだ、見えちゃってる。これ一応俺開けるわ。まず鉄から、うん、じゃあ、はいはいはい、こっからですよね、多分ね、
おお。わあ。うわ。どうなの？インフィアブイ。多分ここでしょ。はい。あれ。パラスワンブイ。これはあれですね。これは いわゆる外れというやつ。あ、まあ、多分そこ全部合わせて500円してないと思う。うん、まあこれがね、オリパの醍醐味です。確かに確かに。いきます。おー、かわいい。ミミロールさん、ライチュウさん、そしてゼクローム。まあこっからですよね。いきます。うわ、夏懐かしい。あ、強かったよね。黒ズマ、滅亡の光 GX でしょ。黒ズマね。黒ズマやったらウルトラネまで行ったら。そして、ドーン。あおー、ザマゼント。トータル2、300円くらい。でもそうなんだ。まあまあまあ、見とけや。いきます、ほい。ウガージス。あっ、おーセットでいける。セットだね、これセット。ほい。おっ、あっ、ごめん、もう一枚あった。ごめんなさい、ミミロッパでした。はい。ちょっといいんじゃないですか。ちょっといいんじゃね。メタモン VMAX なんと80円です。払んの。お、何、古いカードが。これ EX じゃん。はい。うわうわ、夏。近いんか。俺これ使ってたわ。全部80円なんで、まあ300円ぐらいですね。やっぱ全部一緒ぐらい。まあ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 、頼みます。1枚目。お、ララキオン。テラキオン。もう1枚目いきます。あ、インテリア。あ、裏工作。これは裏工作は便利。これ今回の今のところの一番大当たり。いくらですか？280円。高っ。便利でした。あ、もらった。裏工作する。3枚目。えい、ミュート。ラスト2枚。あ、もうなんかもう残念な感じになっちゃったわ。丸役で V。いきます。はい。はぁ。あぁ、うわぁ、大地くんこれ使ってたな。使ってたわ。洋平くんのパックが今のところ一番当たりで500円ぐらいの価値になってる。おぉ、インテリちゃんがね。よし。多分微妙。はい、多分微妙。うん、多分微妙。ああ、多分微妙だけど、後ろなんか VMAX だ。あ、これ何ですか。来るか。おお、いよいよいよ。汎用じゃないですか。クロバット VMAX 220円。おお、高いよ。ってことはまあ大体300円ぐらいかな。でもまあ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 、で2000円の当たり言うわ。すごい。お、ブラッキー VMAX スペシャルアート。ええ、あの高い金色の急に5万。違う、今10何万だから。あとマリー、おぉとか、白な SR、まあ昔のとか、まあアローラの仲間たちだから、まあ大体5万から10万。強っ。強くなったらやばいわ。いきます。はい、シンボラル、まあ微妙ですね。ムクボー。おぉ、ムク。え、これ大丈夫？これ1枚が高いやつだ絶対。あ、そうだね。あ、もうできちゃった、来ちゃった。真ん中だ。真ん中パターンだ、これ。アマージョ V の SR ね、600円ぐらいだと思う。3枚目が、なんかこうすりゃいいんだね。はいはいはい。キャンセル、これだよ。ミノマダ、シンボラ、さっきのいた。砂蛇、砂蛇。この次でしょ、当たりが。お、お、光っとる。さあ、なんだ。パッていくよ。せーの、パッ。お、SR のサポートだよ。こいつ、マクワの SR いっぱい持ってる。え、持ってんの？2枚ぐらい。残念な SR。残念な SR か。大体、多分これも600円。なるほど。いきますよ。はい、パイ。めっちゃ嬉しい。いきますよ。はい、マギョドド。うわぁ！ちょっと。おいおいおい。さすがにね、そんな3枚も出るなんてこと多分ないよね。いきます。はい。そうしかい。え、嘘。ポーカーだったらちょっと強い。ちょっと強い。すごいよ。今来るはず。来るか、来るはず。来るか。やばい。ちょっと分かってるな。どうぞ。こっちか、こっちか。フリーダーヒードラン、ポワール、ホームルできてる。あ、そうだね。打撃、打撃弱まる。はい。だこれおもろすぎるな。こんなんだね。まあここからね。そうそうそう。本当にね、十分だけどね、面白さはもう。5000円だからね。うわ。あれがいた、あのルチア、ルチア、ルチア、ルチア。じゃ7万円とか、アベレージがかなり高くなってた。先にどういう構成から見るわ。ああ、ありがとうございます。ね、ああ。ああ、なるほどね。2枚で、こうなってる。ああ。下を裏返して、いきますよ。はい。1枚目。はい。はあ。おお、え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 、待って、なんか光ってないよ、なんで。はい、ノーマル仕様。え、すごい。え、あ、まあ当たり前だけど本日最高額1280円。おお、え、ノーマルで。多分ストラク100にしか入ってないから、もう手に入る手段が少ないとかっていう理由かな。次ですよ。まあこれもすごいけど、いきますよ。はあ、え、なんかすごそう。こっからはなんかもう下手なこと言えない。
最高金額更新しました。お、これ2180円。まあなんかあるサイト参照にしてるんで、今はもっと高い低いよとかあるかもしれないけど、はい、まあ大体そんくらい。すげえ。この1枚目がドンの可能性もあるっすもんね。ちょっとね、うん、ちょっと引かせるとか。もうヘビーボールつけてる。誰がヘビーボールじゃん。はい、せーの、はい。おお。でも1000円ぐらいだと思う。1400とかはする。いや、うん、せーの、はい。うおー、すごい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 。俺たち強かったもんね、キバナ。俺使ってるもん。すごいすごいすごい。あ、くれよ。ごめん、キバナ、いや、2種類あって、うん、高い方は高い。あ、高い方は4 高い方は4000円。へぇ、そっち安い方。あ、なるほどね。で、1580円。まあ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 、まあ、いきますよ。はい、いい、はい、ふてん。あ、待って、これエントリーだ。これもじゃない。ノーマル仕様1380円。はい。え、え、お、え、絶対高くない。1280円。え、嘘でしょ。いきます。ピョーン。おっと、高い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 。クワガノン V って出回らなかったパックに入ってて、で、なおかつ強いから、あの、価値が高いんですよね。で、再録もされなかったんで。あ、すごい。え、2980円。うわー、あ、ちゃんと高い。でも3000円ぐらいです。ここ1枚で、これ1枚であります。こんあるよ。いきます。相方次第だ。こいこい。お、読まし、まあまあまあ、まあ、クワガノンの方が良かった。あ、そう、クワガノンの方が良かった。あ、それ80円です。ぼちぼちね、特大のあたり見たいですけど、ね、見たい、マジで見たい。いきますよ、はい、3、2、1、ファイヤー。あっ、おっ、これはいい。これ、多分5500円ぐらい。うわすごい、さらに上がってるわ。6000円。うわ、うわ、頸動脈いた。これ相方弱しだった。これ相方、弱し、相方、相方、相方、さらに期待しない。いくよ、せーの、ほら。まあ、勝った、勝った。いや、すごい、すごい、すごい。いや、楽しかった。え、まあ、何あるんですか。なんと、1万円で買ってきた。うわ、出た。マトリスさん、出た出た。うわ、すごい。あれだ、これだ。よく、あれだ、トリッピーさんの台風。ちなみにこれは秋葉原で1万円ぐらいのオリパ探してたんですけど、なかなか見つからなくて、オリパの評判がめちゃめちゃいいとこまで俺行って、秋葉原から出て買ってきた。へぇ。だからめっちゃ期待していいと思う。うわ、ちょっとまた構造確認していいですか。またはい、あと、じゃあこれの当たり何か言っとくわ。ちょっと待って、これ1枚しか入ってないの。やば。うわ、ブラッキー VMAX とかポケモン入れ替えの昔の UR、 ニンフィア VMAX、 マリー SR、 あとビクティニ V のなんか特別な数枚しか作られてないやつとか、かなりレア。もうこの辺さんもう待ちきれない。1枚しか入ってない。1枚です、1枚です。多分これ表にした瞬間に来ますよ。もうじゃあ、いいっすか。うわうわ、怖い。いきます。はい、せーの、ポーン。おぉ、ゾロアーク VMAX の HR か。あー、2500円。うわー、まあ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 、でもまあ、かっこいいでしょってことで。はい、いきますよ、3、2、1。はい。え、3200円。あれあれ、はい、まあまあ、かわいいでしょ。かわいいでしょ。声出しちゃうかも。これね、声出しそうだな。持ってるんすよ、僕。いきます、こいこい。え、待って、これ、うわ、めちゃくちゃ甘いじゃん。いや、これね、それリザードンが確か一番高かったんですけど。おっ、あ、おっと、3780円。おお、3800円。これでもどれもっすよ。確かにまだ来てない。違うか。いくよ、はい、せーの、はい。何横浜のピカチュウっていう引き換え券入ってる。6月24引き換え期限。まだ大丈夫、まだ大丈夫。危ねえ、そういうのあんのか。うわ、びっくり。危ねえ、マジで。やば、これ。しかも PSA10 って書いてあるから超備品だよ。鑑定のやつでしょ。そう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 、やばいぞそれ、下手したら。え、待って、やった、やばない、やばない、これ。なんと2万5000円。うわ、マジ。さあ、はい、これでまたゾウが弱しを出すと。紙入ってろ。こいこい。いや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 、まあ、こいこい言ってから。まあまあ、最後いるから。いや、そうよね。あ、まだあるのか。はい、これのラストです。いくよ。はい、こい。いや、やめよう。危ない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 。こいこいとか言ったら終わるから、本当に。いけ。おお、出ました、うねりの扇。お、
しょぼい。